キマックバーガー。おー、マックは食ったことないんですよね。マックはないんだよ。いやこれ食ってください。マジで照り焼き好きだったらもうちょっと、あのモスバーガーの照り焼き食ったことある？いやもう僕はもうマックが好きすぎて食ったことない。食ったことないかもしれないそれで言ってんだ笑っちゃうよそんなにうまいっす。いやモスバーガーの照り焼きすごいよ。レタスがシャキシャキしてて、これほらレタスがまずひにゃっとしてんじゃん。ちょっと俺はこれで、俺はこれでいいんですよ本当は、はい、これ自動販売機で買ってみた、買ったんだよ。デリカさんが復帰してから辛口がすぎます。ちょっとじゃあ食うね。はい、うん。どうですかこのマヨネーズがいいよね。いやそうなんですよ。うん、もういい。マジで。どこが不満ですかこれ。これ。肉が薄って言われた。レタスはシャキシャキ感ないし、ベタってしてるもんね。これ自動販売機で売ってるような。多分マックから訴えられる。めちゃくちゃうまいっすよね。僕もマックの照り焼きが一番好きです。マジで？まあもうマックといえば照り焼き。モスバーガーじゃないの？まあモスとマックって比べるもんじゃないと思うんですよね。正直。なんでよ。モスの方が高い。高いです。高いよね。この値段でこのクオリティを出すマック。がすごい。なんか必死にフォローしてるみたいな。フィレオフィッシュを100点とすると。このテリヤキマックバーガー何点でしょうか。30点。マジっすか。マジっすよ。ソースはまあまあいいんですよ。はいはいはい、あとレタスの感じもう生きてない。死んでる。あと肉がベタっとしてて。何も美味しそうないよね絶対テレビだったらカットされてますよ本当マックさんじゃあ謝ろう。マックさんすいませんでした